毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。ちょうど決戦、今回100% スキルモードやっていきましょう。ベニマルさんね、ベニマルサーティンさん、面白いですね名前、ベニマルアイかな。スキルモードっすよね。先制取られた。お、これ LR 確定。スキルかセスにしよう。 LR 出るんで防御型取っとこう。これはシェン。最後は、ビリーシェルミースキル、どっちかな。ビリーシェルミースキルかシェルかな、わからん。ちょっとビリーでもいいかなって気してきた。ビリーとバイスですね。 LR とネームレス、キムか。スキルやったらでもキムまあまあいいですね。ビリーなんで、そうやな、ビリーっていうのがちょっと嫌やな。スキル、そうやな、シェンか。シェン置いとこか。ちょっとね、これは安易に行かれへんな。安易に行くとむずいっすよね。このまま行きます。このキムのこのこれね、ああ沈黙入れへんわ、沈黙ちゃうわ。キムのあの悪マーク、全悪マークが結構肝心なんですけど、バイスについてるから困惑ね、 80% で入れれるんですけどね、入らへんかったな。シェン、ああシェン困惑した。いやー困惑か。状態上解除いたかな。これセス出しとこう。セス出して、このままでいいかな。1話でこれキムは使わん方がいいっすよね。キムは多分この困惑入れれると思うので、 80% でバイスに。お、入った入った。このままね、キムはずっと打たずにバイス困惑し続けよう。ちょっとでもあれやな、シェンが無駄になりそう。ビリ溜まるよね。うわ、ワンパンなん？マジか。そんなに。そうか、シェル耐えるかな思ったけど耐えへんかったな。お、めまいした。回復しましたね。シェル全然耐えへんかったな。ちょっときついな、これ。セス。ワンパンされたんがきつい。こういっとこう。ダブルシェルね。まあ、これ使っていきますよ。使っていって、セスがまたゲージ溜まった。ビリーに行きます。でキムは使わない。キムはずっと困惑し続けよう。この飛炎山で、おお困惑入ったね。飛炎山ずっと使います。ビリーさえ倒せばいけるんですけど、このシェルミーで早く倒したいね、ビリーを。ちょっと難しいな。でも青昇降剣シェルが一回もう踏ん張り使ってもうてるんでね、まあ、そこがちょっと辛い。このまま行きましょうか。で、何も使わない。飛炎山。ああ、80% 逃した、今。お、ビリ麻痺してます。しかし 80% 逃してもうた。バイスワンパン。ここで、キムは？キム、ああ、キムめまいやな。痛いな。キムめまい。シェル復活するよね。ほんならまあリンとか出しとこうか。リン、シェル前にしましょう。これも使っていきます。これでビリーはもうシールドないっすね。シールドは全部削り切ったけど、あとはこの HP 削るだけなんですけど、どう？お、お、倒した倒した、よしよしよし、ビリーを倒しましたよ。やっとこさビリーを倒した。またこのシェルミーに頑張ってもらうだけ。復活できるからね。復活できるから、復活をして、そっからが勝負やな。シェル、ここは耐えてほしいけどな。厳しいかな。やけどもしてるし。うわー、ここ大変かったな。まあでもこれはね、シェルでワンパンできるんで、この1列は。で黒ゼロちょっと温存しましょう。ワンパンできるでしょう。で、ここはユリを、叩いていきましょう。こうかな、こういって。でキムはずっと使わない。困惑し続けよう。そうですね、こんな感じでスキルモードなんで。バイスはでも復活やからファーニスか。これは使っても大丈夫か。じゃあここ使ってもいいですね。むしろここ使っても大丈夫。そうですね、一旦倒しとこう。一旦倒しといて、で復活したとこにシェルドーンっていこうか。オーバーキル来てもリンスもんね。
ほんで、ここは、諦めた。そうですね、今のはいけたな。ビリ、なんとかビリをじりじり倒せたんで、それが良かったかなと。ビリが倒せなかったら負けてたかもしれない。危なかったですけどね。なんとかいけました。続きやりましょう。J ボトンさん、先生取ったね、スキル。ハイデルン。SR ハイデルン。これはどっちや。これね、ビリーにしとこう。ビリー。やっぱ防御欲しいんで、ロバート。シェン来ましたね。シェン強いよ、スキルモードは。セスとルガールと、マキ出たー。マキとリン。そうか。まあでもシェンがいるから、頑張るしかない、シェンで。マキが強いけど、もうそこはシェンで頑張っていくしかない。ハイデルンも置いとこうかな、スキル。アカンカでも一列なんで。マキか。そうやな。ハイデルンはちょっと置きづらいかな。一列スキルなんでね。アテナあたり置いとこうかな。アテナ。まあ、これでいくか。ハイデルンはやっぱね、ゲージ溜めちゃうんでね。ここはタクマ叩いていきましょうか。タクマを叩いていく。さあ、このまま来た。これ、ルガールはね、攻撃型2体いるからな、あんまり叩きたくないんですけど、まあ、叩かなしゃあないな、でも。ルガールね。叩かなしゃあないっていうとこかな。できれば、この、いや、叩こう。叩きましょう。しゃあない。もう飛んできたらしゃあない。ルガールがアテナに来てくれたら一番いいんですけど。これ、おー、マジか。奇跡や。3分の1引いた。これは一番いい感じ。ほんで、このビリどうやられますんでね。どうやっても。ほな、もう一気に行こうか。ハイデルン。いや、熱出鏡やな、ここは。熱出鏡を出しましょう。で、マキは打ってくる。アテナ前にしても良さそうやな。いや、熱出鏡むしろ前にしましょう。もう、シェンをとにかく守りたい、こっちはね。とにかくシェンを守る。ほんで、アテナ、アテナからでいっか。こうやな。アテナこっち打っといて、シェンをルガールにぶっぱ。ぶっぱ、それでも倒せないか。ここはね、もうリンですね、叩くキャラ。マキは置いといて。やっとしたら、こうかな。こう行きましょう。わー、ルガール復活や。ルガール復活か。まあでも復活でもいいか。リンは次のターンもやられるんで、どっちにしても。マキここ打てないでしょ。よしよしよし、いいね。ジェノサイドカッター。もうこの熱付きはしゃあない。捨ててるんでね。で、ここはもうマキを叩いていきましょう。マキを叩くんですが、できれば状態上とか入れたいけど無理か。ないっすね、状態上は。そしたら、こうやな。こういって、こうっすね。マキに一撃でも食らわしとこう。これで3体、あ、そのまま来た。うわぁ、強引やな。これ嫌な感じやな。全滅ってあるんかな、こっち。このまま行くしかないよね、こっちとしては。このまま行きます。これで、こうかな。もうこれで全滅やったらもうしゃあないからな。スキルモードなんですけど、まあ耐えそうな気もするけどね。もうこれで全滅やったらもうほんまにしゃあない。もうスーパー巻きゲーっていうだけで。な、これルロバートマリー。これならいけるやろ。ロバートの位置も悪いしな。ロバートやっぱ真ん中の置かなあかんすね。クリティカル上げるために。これならいけるね。さすがに。アテナられますけどね。さあ、チズルから。沈黙アテナ。エラムツベ。キング耐えろ。あかん。これは全滅はないでしょ。シェン先に叩きに来るんかな。あ、シェンから来ましたね。さすがに。よし、耐えた。もう今の犠牲はしゃあないな。で、あと1体でしょ。クラーク、ハイデルン、じゃあ倒せないから、そやな、まあ、ハイデルンここ耐えるんで、一旦こういって、そうっすね。ハイデルンここ耐えますからね。こういこう。で、マリーはまだ使えないでしょ。マリーはここは使えない。今、マリーのバフね、消しました。そうそう。で、あと1体。ハイデルンとクラーク前かな。
てかアテナの沈黙がやっぱ痛いな。まあしゃあないか。でもアテナ沈黙が痛いけどしゃあないですね。ユーコランブでクラークで千鶴倒しつつ、おおめまい、素晴らしい、最高めまいは。で回復しつつこうですね、こういってこれであと1体まあいけるやろ、さすがにロバートもめまいしたし、うん、セスか。セスはクラーク覇王昇降拳来るから次、こうですね、覇王昇降拳来るから。でここはアテナまだ使ったらあかんな。いやアテナ使っとこう、回復できるからね。こういってうん、これでだいぶダメージも取れるでしょう。ロバート打ってきてもこの UR ロバートやられへんからね。アテナの効果もあるし、いけるね。うおー、巻き相手にやった、危ない。巻きがほんと強いんですけどね、まるで全滅取られてたら完璧な巻きゲーやもんな。まあ、これはなんとか押し切ったっていう感じがねしました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。